ということでドラゴンズの YouTube、はい、初登場ということで、やったー。まずは自己紹介お願いします。はーい、ゆずほー。あ、ここでゆずほーが来ます。はい、野球タイトル大好きな SK48 チーム K2 の日高ゆずきです。日高ゆずきさん、よろしくお願いします。お願いします。すいません、はい、ドラゴンズの YouTube 初登場ということでよろしくお願いします。いや、こちらこそなんか本当にすいません、なんかファンが出しゃばってこんな公式にまで出てきちゃって本当にすいません。あの、はい、ドラゴンズファンということで、はい、あのいろいろとこう各メディアで発信していただいたりしてますけど、うんうんうん、いやいや、全然。どれぐらいですか、ファン歴としては。ファン歴は本当物心ついた頃から、あの父の影響でドラゴンズファンになりましたね、うん、ずっとです。いつとかわかんないです。気づいたらもうこんなんでした。染まりまくってます。そしてあの、はい、今日ドラゴンズのファンクラブのユニフォーム自前の着てきていただきましたけど、はい、来ちゃいました。ファンクラブにも入っていただいてると。もちろんです。どれぐらいですか、入会歴。それも本当、多分父がまあ入りなよというか、入れというか入るぞみたいな感じだったので、本当小学生ぐらいの時からずっとファンクラブにはお世話になってますね。ちっちゃい時はグローブがもらえたんですよ。そのキッズ用のちっちゃい、そういうなんか特典がすごく嬉しくて、私やっぱそういうお得が大好きなので本当に人生得していきたいなって思ってるので、ドラゴンズのファンクラブはそういうなんかお得な特典がたくさんあるので、それに惹かれて入らない理由がないなと思って気づいたらなんか、はい、長年ファンクラブさせてもらってます。クーポンとかもらえるんですよめっちゃありがたいです、あれめちゃめちゃありがたいです。で、ああいうのもあのついてくるし、そのファンクラブの特典でもらえるので、いや、そういうのもね、ちゃんと活用してますね。ありがたいです。じゃあ、そんなあの、はい、ファンクラブを活用していただいてる日高さんに、はい、今日あのホームゲーム開催日なので、はい、ちょっと一日密着させていただいてもいいですか。全然ついてきてください。何このスタンス、お願いしますせーの、じゃん。嘘、この音ドームに来たって感じしますよね、このテレーンのこの音ヒーロー予想しなければいけません。はい、来ました、来ましたよ。まあドーム着いてこう荷物をお兄さんたちとかにお姉さんとかに見せた後はこれですね。自分のでやっていいですか。ガチの会員証で。ガチの会員証で、まずはここに来てポイントを貯めるのがやっぱファンクラブ会員はマストだと思うので、早速私もやりたいと思います。では行きます。来ました、これ、この音ドームに来たって感じしますよね、このテレーンのこの音大好きです、この音。しかもなんか今日2倍でらしくてもらっちゃったんですけど、でも私ほんと結構2倍での日に来てること多くて、今シーズンで今日もいただいちゃって、なんかありがとうございます。今ポイントちなみに何ポイントですか。結構溜まってるんじゃないかな、1580。これ多いんですか。結構溜まってる。おお、溜まってる方じゃあ結構な頻度で来てることがバレる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 こんだけ溜まってるんだったら今日すごいいい機会ですし、なんかポイントで交換できるっていうのもファンクラブの特典なので、ちょっと今日それしに行きたいんですけど。じゃあ行きますか。いいですか、行きましょう。よっしゃ、せっかくなんで行きましょう、交換しに行きましょうこんな楽しんでいいんですか私今日。ポイント交換をしに来たんですけど、はい、交換できる商品が
ちらに展示がありまして、いっぱいある。そうなんです。今一番人気なものは、はい、このポケットサーモボトルっていう小さい水筒なんですけど、はい、がやっぱ女性には人気だったりとか、あとはこのキャンパスマリントートとか、まあ、この辺のカバン、日用品はとても人気な商品ですね。可愛いですね普段使いもできますので、はい、そうですね、全部いい他にもちょっと後ろ側進んでいただくと、はい、あ、こちら側にもあるんです。そうなんです。この2つの棚もポイント交換商品になっていて、野球大好きだと思うので大好きですね。ここに FC ユニフォーム型ピンバッジって、このユニフォームの小さいピンバッジだったりもいい、お子様から大人の方までとても人気な商品ですし、うんうんうん、あとはフェイスペイントシールっていう、うん、感染の時に顔に貼っていただくようなちょっとインスタ映えする感じの、わ、今時のアイテムも取り揃えているという、さすがドラゴンズ。そうなんです。あとモバイルバッテリーとかも多分携帯の充電で持ち歩かれたりしないですか？ちょうどなくてえ、本当にちょうどなくて、はい、いいなとカバンから出してもドラゴンズってアピールしたいですから、こちら側的には。常に。あとこっちのところにもですね、はい、いくつか商品がありまして、もうちょっと携帯の後ろにドラゴンズ感出してみたりだとか。いけるなまあ今これなんですけど、携帯の裏にもあれ三流があれあれあれ嘘今回は、じゃん、シークレットステッカーとキャンバスポーチの2点です。これ1050ポイント、まだちょっと余裕はあるんですけど、あまりの数の多さというかもう豊富すぎて、あの選べきれない方です本当に。だからあのプライベートで来ます。だ、今日のところは1050ポイント分を、はい、交換したいと思います。こちらの2点で間違いないですか？はい、そうです。ありがとうございます。無事ポイントと得点を交換できました。わーい、え、嬉しい、やっとやっぱあのランダムとか結構好きで、ほんと毎回こういうので誰が出るかなっていう楽しみを自分で作ってるっていうことで、今回もシークレットを選びました。ここで開けてもらってもいいですか？はい、家で全然楽しみに全然、ちょ、今開けますいいですか？はい、あの5人選手ですよ、はい、いただきましたよね。誰が出るかなせーの、じゃん、嘘嘘、はい、2000本アンダー見ました、目の前でおめでとうございます。すごい、え、嬉しい。しかもこのあのファンクラブデーのユニフォームの時だから、うん、あのニックネームの方じゃないですか、うん、大好きんですよ、ニックネームのユニフォーム着てる時の皆さん そのユニフォーム姿大好きなので、え、めっちゃ嬉しい、え、やった、携帯に入れよう、どこ、あ、ちょうど空いてるぴったりやん、めっちゃいいやん。こちらです。嬉しそう、やった嬉しい。ちなみになんですけど、はい、もう来期のこのファンクラブの継続って、ね、はい、できたりするんですか？はい、できます。球場での入会の受付っていうのもやっているんで、もしよろしければぜひやらせてください。ゆずきさん、あのグループ卒業されるのに、はい、来年もファンクラブ入っていただける？当たり前じゃないですか、当たり前ですよ、しない選択肢がないですよね。
ですね、ファンクラブ会員でいてくださってるってお伺いしてるので、ちょっと今年から新しくできたグッズのご紹介をさせていただきます。はい、まずですね、これハンプトートバッグなんですけど、かわいい。でよく見ていただくと、しっかりドラゴンズマークが、ドラゴンズマークがしっかり入っててですね。かわいい。で、この表にも赤くドラゴンズって入ってる、シンプルなんですけど、ドラゴンズ感はしっかりついてるトートバッグがまず一つです。もう一つがランドリーレッドなんですけど、かわいい。ドアラなんです。これめちゃめちゃいいですね。お尻もしっかりボールがついてます。かわいい。プラスこのタオロンとシャオロンの小さめなサイズのもうこれ3つセットです。3つもいいんですか。そうなんです。観戦終わってユニフォーム入れて、あ、めっちゃいい。洗濯していただけるかなっていう。そうですね。なんか遠征の時、遠征多いんですけど、その遠征でこういうのあるとめちゃめちゃ助かってて、このまま置いてできるんですか。ぜひあのめっちゃいいなと思って、センスいい。かわいい。でちょっとジュニア会員のものなので、はい、私は対象外になっちゃうんですけど、はい、で小さい頃あのグローブを、はい、グローブゲットしたことがあるということで、うんうん、そのような感じでジュニア会員の方限定に、はい、このようなナップサックと、タオルですねをプレゼントさせていただくので、完成のバッグがちょうどぴったり入るサイズになってるんで、あの、いいですね、学校でも確かに学園でもいいですね。はい、はい、しっかり書いてきました。何選んだんですか。あの新しくあの選べるようになったランドリーネットにしました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。嬉しいです、今日できて。皆さんもぜひ。試合開始1時間前となりましたけど、はい、大事なヒーロー予想をしなければいけません。今日のヒーロー、誰でもいいから避難ってほしいですね。私は細川選手がこうお立ち台に立つときに大体いるっていうか大体見てるんですよね。だからもう願掛けじゃないですけど、また勝って細川選手のヒーローインタビューが見れますようにっていうことで、ヒーローインタビュー、あのこのヒーロー予想も細川選手にしたりしてます。結構じゃあ細川選手を軸に、はい、うん、まあ、日によっては変えたり。そうですね、なんか順調に来てたりしてる選手とかだったら、じゃあ今日も何かいいところがあるんじゃないかみたいな感じでこう期待を込めて選択する時もありますし、なんか気分もあるし、その自分のジンクスを守ったりとかもあるし、いろいろですね。今日は水木さん的にはその選手に、はい、現地でヒーローインタビューよく見てるんで、ちょっとこのまま須川選手をヒーロー予想にしたいと思います。
ます。新卒のコースで厳しいスペシャルゲーム特別スタッフ選手権を行います。投手を務めてくださるのは本日ご来場の中日ドラゴンズ公式ファンクラブの中からスカウトされたジュニア隊員、入り軍大野町からお越しの小学3年生井口大成さんです。大きな拍手でお迎えください。中日ドラゴンズ公式ファンクラブでは2024年の会員を募集中です。ファンクラブに入会してお得に、そして熱く選手たちと一緒に戦ってください。入会お待ちしてます。グループ卒業前の、うんうん、集大成ですね。そうなんですよね。投手を務めてくださるのは SKE48 日向優月さんです。拍手でお迎えください。日向さんは今年7月に発売されたシングル好きになっちゃったの選抜メンバーとして活動中、10月末でのグループ卒業を発表しています。